陳影は、日本統治時代の朝鮮と、米軍政勘国、朝鮮民主主義人民共和国の映画俳優と、演劇俳優、タレント、社会主義活動家である。本名は、陳はじめ、日本生命は、青木陳影である。1910年9月3日、関温度鉄玄軍軍長官僚の息子で出生と、後で、京城府に移住しており、大邸宅で成長した。 一説には彼は1909年生まれ説、1908年生まれ説がある。彼の祖祖父陳高志沢と祖父陳小学は学挙試験に合格し、祖祖父父陳高志沢は軽装藩書と藩水不満員を務め、祖父陳小学は理想三義と礼奏三藩を歴任した。しかし、彼の父親陳、章は祖父父陳小学の目かけが生んだ書士であり、 生涯の初期に肉体労働妊婦のこと役をした。彼が生まれた時、東陳、昭和、カンボンド鉄源軍師を務めた。彼は、犠政府公立普通学校を卒業し、慶場第二、高等普通学校に入学した。慶場第二、高等普通学校在学中彼は、舞踊に興味を持っているが、学校の許可なしに、演劇活動と社会活動をしたという理由で、退学処分を受けた。 ドガ使いの研究生として入団し演劇会に入門した。そして、春家伝ではは鋼鉄が、リウメリュウ役を。ちんかげが、王子役を引き受けた、愛の騙さお金に泣いてでは、ちんかげが主人公くれない島の夫役を、鋼鉄がくれない島の兄役を演じる。1939年劇団、公共の代表として活動した。 1945年日本敗戦後、彼は在朝鮮枚軍政時期に革命劇場を創立し、主に左翼団体である演劇同盟で活動した。1946年左派成功脚本家牧英、河野様の講演を終えて、婦人家親戚と一緒に帰宅していたの形状府広橋で金都館から銃撃を受けて下腹部重傷を負った。ソウル大学病院に入院したが、 白病院に運ばれた。1947年手口地域の巡回公演中にも金都館の一派と、韓国極右民族主義者の襲撃、銃撃などを受けた。1947年12月から1948年4月頃の間に密かに、南朝鮮から北朝鮮に密かに越北した。1952年朝鮮演劇人、同盟中央委員と、 朝鮮民主主義人民共和国国立平洋、演劇劇場俳優、1959年朝鮮、演劇人同盟副委員長、1961年朝鮮、映画同盟委員長県朝鮮文化芸術、総同盟副委員長を務め、同年に、朝鮮民主主義人民共和国映画代表団団長として彼はソ連を訪問した。以降、朝鮮芸術映画撮影所演課長と、 平壌演劇映画大学講座賞を務め、1957年、手柄俳優賞号を、1964年彼は、人民俳優賞号を受けた。1971年未知の理由により粛清された。死亡年代は不明で1971年死亡説と1973年死亡説がある。2007.01、29、28、 ISBN 89億5210万4617ありがとうございます。